ご主人様、お嬢様、私、アットホームカフェのプレミアムメイド、マシュマロホワイトリボン担当、ちあきゃんです。本日は私がお屋敷に向かうまでのルーティーンを紹介してまいります。いつもお気に入りの曲でアラームをかけます。こちらはアットホームカフェのオリジナルソング、アイコメフォーエバーです。ちあきゃん、起きてー。起きました。割と目覚めはいい方です。髪の毛の摩擦を抑えるためにフードをかぶっています。起きたらまず前髪を止めてお顔を洗います。冷たいお水でお顔を洗います。目が覚めてすっきりしますよね。鏡を見てお顔のむくみなども確認します。優しくタオルで拭き取ったらすぐに化粧水を使って保湿をしていきます。ちあきゃんのお顔に化粧水しっかり染み込ませます。化粧水はジャブジャブ使う派です。手に余った化粧水は首やデコルテに塗ってついでに鎖骨をマッサージします。次に歯磨きです。歯磨きをしながら妖精さんからのお知らせをチェックしたりスケジュールの確認をしていきます。今日の予定とか次の日の予定とかを確認して完了しておくべきタスクなどなど把握していきます。ゴシゴシ。その後ボディチェックです。鏡を見ながら筋肉のつき具合とか体の引き締まり具合を確認します。そして体重測定です。朝と晩の1日2回絶対に欠かせません。あまりこだわりすぎても良くないので今日はまあまあかなって感じです。メイド服をきれいに着こなすために体重維持を頑張ってます。さてお水を飲みます。水分補給いたします。一気にたくさんいただかずこまめな摂取を心がけるようになりました。お水を飲みながら SNS の更新をします。おはようございますのツイートにその日お給仕するお屋敷を書いてご主人様お嬢様へ発信します。ご主人様お嬢様、ぜひチャーキャンの SNS ご覧ください。さてここでプロテインを摂取いたします。ホエープロテインをいただくこともあるのですが、女の子らしい引き締まったボディが理想なのでこの日はソイプロテインをいただきます。お水を少なめで濃厚にするのもお気に入りです。シェイカーをフリフリシャカシャカしながらミックスジュースのご提供で使えそうな萌え萌えな掛け声を考えたりしちゃってます。プロテインはココア味が好きですね。美味しいです。よし、気合が入りました。これから間もなく筋トレタイムがスタートです。いつも部位ごとに分けて少しずつ取り組むように心がけてます。少しきついですが頑張ってます。今日はお腹と背中に刺激を入れていきました。こちらは筋膜ローラーです。お屋敷でのご奉仕でこわばった足をほぐしていきます。お給仕後にも欠かせない日課です。汗をかいたのでシャワーを浴びてさっぱりしてきました。筋トレ後のシャワーで気分爽快ですね。髪の毛もトリートメントでしっとりまとまりやすくなりました。さてこれからボディクリームを塗っていきます。塗りながら足のマッサージもしちゃいます。ボディクリームは朝晩のお風呂上がりに使うのでかなり消費が激しいです。しっかり塗っていきます。さて本日いただくものはサラダチキンです。タンパク質の摂取大事ですよね。食べやすくカットしていただきます。もぐもぐします。美味しい。サラダチキン好きなんですよね。ご主人様お嬢様は何味のサラダチキンがお好きですか？ちなみにちあきゃんはスモーク味もよく食べます。ごちそうさまでした。さあ続いてはこの姿をお見せするのはかなり恥ずかしいですね。ボイストレーニングの時間です。お給仕でお話しすることが多いのでちあきゃんの声をご主人様お嬢様が聞き取りやすくなるよう、そしてお歌のご奉仕の練習のためにもトレーニングしています。ダンスのご奉仕の練習もしちゃいます。先輩メイドのライブ映像を見て振り付けの確認を行っていきます。さてさてお着替えが完了いたしました。お給仕の日のお洋服は断然メイド服への着替えやすさ重視です。お給仕に向かう途中で体が冷えないようパンツスタイルも多いです。そしてお給仕メイクをしていきます。ちあきゃんは割と毎日目にお給仕があるのでお肌に負担がかからないよう気をつけています。いつものお給仕メイクを毎日していたおかげでかなり素早く仕上げられるようになりました。お目目をパッチリ仕上げるためにアイメイクは大切ですよね。いや、お化粧姿をご主人様お嬢様にお見せするのは恥ずかしいですね。ちょっとドキドキしちゃいます。ピンク目のお色のチークを使って可愛らしく仕上げます。アットホームカフェでは髪の毛に妖精さんが魔法をかけてくれるのですが、熱のパワーで髪の毛が傷まないようにヘアオイルで髪の毛も保湿していきます。これでお顔と髪の毛の準備が整いました。さてさて最後に
大事な大事なメイド服の準備をしていきます。お洗濯でピカピカにしておきました。お屋敷で身につけた時に後ろのリボンが可愛らしく結べるよう綺麗に畳んで準備します。後ろのリボン大切ですよね。カチューシャやアクセサリーやお袖止め、チアキャンの名札などなど忘れ物がないか確認してカバンにしまっていきます。プレミアムカラーのリボンもバッチリお支度できました。さて今日もパーフェクトなお給仕ができますように。ご主人様お嬢様の帰ってこられるお屋敷へ向かいます。それでは本日もご帰宅お待ちしております。